そういう意味では、G ガンが一番がっかりガンダムだな、俺の中で。楽しさがわかんないうちにやめちゃったからさ。で、あんなにみんな言ってて、見て、面白くな、11話まで見て面白くない。なんか違うなって、聞いてる話と違うなって。やめた。エリートは突然取る。昇竜弾ナイス。ナイス昇竜弾。じゃあ違うの違うの違うの分身出したいの違くねえよ。はいっす。わこっちです。飛べよもう一回飛べよ。そういうんじゃない。ヒョイさんいらっしゃる。うわこれやばくね。もう無理かも。わこっちです。みんな東方界がどうだとかスパロボがどうだ。あいい。はい。いらっしゃい。皆さん引き続きよろしく。ヒロさん、いやヒロさんって誰？お邪魔。そんなごめん、もうダメだ。目がおかしい。皆さん引き続きよろしく。ヨネもいらっしゃい。ランクーガは主人公とかそう特化したノブアもダメだったからな。あ、そうなの？あ、全員そんなにそう特化す主人公までいないの？防衛省頼む。ないな、違う。あー、なんかキャプテンアメリカ。わこです。クライドは主人公の神出部の熱血が好きです。主人公がいいやつ、あれなんだ、熱血なんだ。ノブアは女性メインになっちゃうんだよね。ノバノブアはひどかった。勝てるんじゃねこれ。話とフーさん話見たら、あとは決勝開始まで飛ばしてもいいかもしれん。決勝開始っていつなおみたいな格好してる。新婚合体ゴーダンナーとかは。あー、ゴーダンナーは俺まあ、木村が意外と好きだから。ゼロゼロサブゼロでしたいらっしゃい。レトロフリークはどこで、あのオフィシャルです。オフィシャルのとこで予約したから、なんか変なのがついてくるっぽい。よくわかんないけど、なんか予約開始ってあのラグランシャスさんが教えてくれたから、今日いないけど、でそれでツイッターで教えてくれたから、あーっつってすぐ予約しちゃった。その後にアマゾンで予約開始してて、うわって、俺こっちだったか、俺か、こいつ倒してなかったのか、俺アマゾンで予約するべきだったなーって思ったけど、まあいいやっていう感じ。でもなんかついてくるんでしょ。何がついてくるかは分からんけど、もう締め切ってるんだよな。第1次が締め切ってるらしいね。でもそんな急ぐことないと思うよ。なんかこれから先また64がさ、動くやつが出たりするかもしんないし。アマだけどちゃんと買えるか怖い。あ、マジで？え、あ、発売されるかどうかわかんねえよな。そこが一番の問題だよね。俺は発売されないんじゃねえかと思ってるけど。何かついている？うん、なんかあの初回特典、予約特典付きっていうやつ買ったから。防衛省。いい削りだ。弱防衛省。強防衛省。チェックし。ナイス。あれ？弱い。あ、生きてんの？防衛省強い。これ本当に防衛省って技なのこれ。ああ、ここあった。あ、時間ねえ。アマゾンは締め切った噂あるけど本当かな。まあそのうちまた増えるでしょ。いてー、これマジでキャンセル無理なんだけど。この歌。エンジンがグドロム合体ですからな。ね。リメイクで本当。あ、でも解説ができる。なんかね。強い。シナウス感があってプレミア化していくでしょ。いや、だってまだ発売したばかだから、すぐまた増えるよ。また増産される。もしこれが第一次出荷だけで、もうやっぱりメーカーからケチついたみたいなので、ね、発売が止められたらめちゃめちゃな、それはそれはめちゃめちゃなプレミアになると思うけど、もうちょっと桁がわからんぐらい。もう想像が新品で出てきたらなんかね、10万超えみたいなの余裕であるかもしれないけど、いやもっといくかもしれないけど、海外の PC エンジン好きがやっぱ欲しがるしな。これ勝たなきゃダメだった。うん、嘘、いらなくね。あれ勝っちゃった。あ、本当に。あ、なんかちょっとまあいっか。でもあれでしょ、専用コントローラーでしょ、あのレトロフリークス。あれ別にいらなくね。まああったら楽か、ゲームによっては。 PC エンジンのロムロムは修理部品普通に買えればまだマシなんだけど。なんも買えないの。ガンガン更新曲、笠尾さんいらっしゃい。純正ガンガン更新曲にゲームギアと聞いて違います。友達とプレイしてってことでしょ。別のも使えるんじゃなかったっけ。友達とプレイして。あー、ですか、ね、なんそのテレフォンショッピング。今ならもう一つ。
レトロフリークスがもう一個出てきたら笑うけど。30年経てば特許問題もクリアできそうだけど。ただなんか一つアドバンスがそんな古くないんだよね。アドバンス、ゲームボーイアドバンス。だからそういう意味では大丈夫なのかなっていう。アドバンス動くの嬉しいな、でも。あとは全部ね、エビューじゃないけど、こう、インストールできちゃうから楽だよな。もうあれ、インストール超大事よ。やっぱりめんどくせえもんな。ゲームが、インストールされてれば、3DS とかだってやるじゃん。マジで。ディオ俺2台だけど1個動かないな。まあ直せば動くと思うけど。ディオ6台ってすげえな。アドバンスで熱血行進曲のパッチ版動くか気になる。え？パッチ版ってなに？てかラスボスだよ。カートリッジ。あれこれラスボスじゃねえな。こんなんで。そう、カートリッジはやっぱりね、昔のカートリッジになると、何回刺しても認識しねえのとかが、偶然一回認識した時にインストールした。あ、6ボタンね。あのね、あの、ちょっと申し訳ないけど、ここにいる人だけに特別に言うけど、とんでもない、これからとんでもないことが起こります。皆さん、いち早く、書く、レトロフリークスを買う人は、ぜひ、コントローラーを買っておいてください。やりたいゲーム、だから市場から消えると思います。もう今生産されてないし。PC エンジン、メガドラ、スーファミ、ファミコン、ファミコンじゃない。動くんだよ。動くから、レトロフリークスで動いちゃうのよ、純正のコントローラー。させるようにできるのよ。だからこそ、すげえ需要が多分急激に増えると思う。だから今あるものをみんなこっそり買っといて。そうじゃないとまた後で大騒ぎになるから。所詮偽物が出てきたとしても、やっぱり十字キーが気持ち悪いとかさ、そんな、アダプター、アダプターはもちろん買うよ。アダプター付き予約したよ。でもやっぱりあのね、無敵だったぞ今。やっぱりゲームって純正コントローラーでできるって大事よ。やっぱしょぼいコントローラーでやっても面白くないもん。偽ファミコンでやったらわかるよ。逆に言えば高く売れるようになる。そうそうそう、そういうのもあるね。ただあんまりやめて。それはやめて。本当に欲しがってる人に行き届いてからにして。あとでなんかさ、話題になったからさ、仕入れようとしてる人とかだったらいい。うわ、こいつ。なんで PC の USB コンってどれもいまいちなんやろな。あれはだからやっぱちゃん、安物だからだよ。たまーにいいものあるけど。ごめん、 PC エンジンは純正だと親指皮めくれる。硬い、十字キー硬かった。あ、これ二人いいんだっけ。工作しにブックオフ行かなきゃ。いや、俺だから今ハードオフ結構、自分で直せるものとか一応あるじゃない。スーファミだったらジーニコさんいらっしゃい。スーファミだったら中のゴムとかも売ってるし、状態がいいものってまだスーファミレベルだとあるから、PC エンジン見ないけどね、あんまね。変換なの。嘘。サターンコンもなんか、ハードオフとか、まあ、頑張りはあるよな、まだ。ただ、スタートボタンがなんか変な色になっちゃってんだよ。雨降ってなきゃ買いに行く。あ、そっか。ただね、できるだけ急いだ方がいい。と思います。 PC について北360コン使ってない。あ、いいじゃないの。 PC の USB コンがひどいのは自社で金かけてちゃんと作るようなメーカーがないからだよね。やっぱ見た目だけ似てても手応えとか。ドリキャスコンならたくさんあるんに、ね、いやドリキャスは CD 媒体のゲーム機が何でも遊べるやつってそのうち出んのかもしれないけどね。出てくれたら嬉しい。 PC エンジンからメガ CD ね、全部できるっていう。プレステ、セガサターン、ドリキャス、プレステ2、どこまで行くの？どこまで行こうか。テレコム許さねえ。テレコムね。テレコム悪くないけど、まあ、仕事は、ものによっては雑なものもある。印象としてはそこまで悪くないけど。最近結構話題になってる。SD カード。そうだな、テレコムもロビも中華の M だらけだもんな。まあな、そうなんだよ。ものによるんです、非常に。めっちゃ減った。見ていても触るとプラが露骨に安っぽいよね。そうそうそう。もう見た目でわかるっていう。なんかこの色変、なんかこう、安っぽいなってあるもんね。あれだよ。本当に高い1万円ぐらいするフィギュアと、2万とかするフィギュアと、プライズ品のフィギュアって、造形はできと無敵かよ。造形そんな変わんないのにさ、見た目のね、肌の色とか全然安っぽいじゃん。プライズ品ってね。その違いだよね。
やっぱ安っぽい素材使ってる。PC 用のゲームコントローラも最近6ボタンなくなって探すの大変。なるほど。メガドラの6ボタンでアマゾンでそんなに高く、うお、マジか。なんだって？CD 媒体は、バイオス、あー、そういうこと？アルターなんか半端、あ、そうか、ドリキャス GD だもんね。でも GD ロムって読めなくはないんでしょ、多分。そんなに特殊、そこまで特殊じゃないと思う。ちょっとしたことで読めるよね。はず。じゃなかったら困る。早い防衛省、早い防衛省と波動拳。なんでガード固めたんだよ。てかこれラスボスじゃないはずなんだけど、なんでこんなもんに苦戦してんだよ。うわ、ちょっとちょっとちょっと。たまにドリキャス起動すると読み込み音でビビる。ああわかるわ。ファンタシスタオンラインとかすごかったもんね。ドリキャス壊れるなって、これこのままやってて壊れないわけねえなって思ったもん。話題になってるからってシェンムーを M で動かそうと中古買った人いるんだろうな。え、ソフトの？ソフトは売れたもんね。あれが決まった時にシェンムー2がアマゾンから消えたらしいからね。価格高騰した上に消えたっていう。価格高騰は多分高くで出品してる業者が出ただけだよね。そこで。吸い出しはランケーブルからとかだからね。ドリキャスハードル高すぎ。へえ。あ、そうなの。シェンムーのためならしゃあない。なんでシェンムー2だったんだろう、話題になったの。シェンムー1もなくなったのかな、アマゾンから。シェンムーいいゲームだけど、それが理解できる人が相当少ないと思うんだよな。なんでこんなゲーム売れてんの。あれはでも、あれ気づいた業者いたのかな、シェンムー出品してる業者。を使って吸い出せたな。やー。理解してないです。Wii が、リンクのボーガントレーニングで、なんか吸い出せるとかあったよな。あ、1、え ?1 面白かったじゃん、シェンムー。むしろ1が俺好きなんだけど。VM の電池切れ音にビビるよね。ピーじゃなくて、あれピー、ピーってなってんの電池切れの音なの、あれって。電池が入ってたらならないの。まさか。2はアクションゲームとしては面白かったけど、やっぱりなんか鈴木優が本当に作りたかったのは1だったような気がするね。ノーダメだね。DEC の起動音違う、それじゃない。だってビジュアルメモリーの音でしょ。ピーは。電池切れじゃなかったらならないの、まさか。坂本龍一のサウンドロゴより馴染み深い VM の。わかる。わかる。馴染み深さで言ったらそっちだ。うわうわ、お前何してんの。吸いすぎだ、だから。あと、OK。飛んでくる？飛んでくる？来ないね。削ろう。あ、こあの、ああ無敵だ。いや電池は違う、電池を入れればいいんでしょ。だから100均で買ってきて入れれば。電池が切れてるかなる。あ、そうなんだ。死んだ。電池切れを教えるブザービープ音っていうか、なんつうの、ああいうブザーなんだ。知らなかった。てかあんま電池入れて使ったことねえから分かんなかった。え？マジで？で、初起動、え、そうなの？いや P は毎回ない。あ、中断じゃねえんだぞ。え、さっきなんでノーダメで勝ったんだろう。入った。頼む、無敵の技はやめて。まあフラッシュだからセーブできるし。うん、そうなんだよな。これ時間で勝てるか。あはははは。その技くれ、無敵技くれよ。セガサターンのテロリテロリテロリロンも第二の起動音。なるほどな。まあ蓋開けた時になったりするな、あれはな。こいつ2ラウンドからマジ出す人なの？いや、そういうわけじゃないみたい。動物の森を距離感と体力の感じ？ごめんね、これ何話かかるかわかんないわ。このゲーム、ほんとな。ネオジオ今日ね、ゲーム 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 ぐらい用意したんだけど、1本目がこれだから。きついです。
ただこれちょっとやりたいんで動画でアップするとき編集しようか。忍者コマンド俺持ってねえな。プレステ2版ならあるけど、忍者コンバット忍者コマンドはあんま好きじゃねえんだよ俺。あの ADK そんな好きじゃねえ。いや俺、いやファイワールドヒーローズ2ジェット大好きだけど、ね、ちっちゃな小屋、ちっちゃな小屋違うのも見たい。そうだろ、俺も見たいわ。でも今俺これ実は結構楽しいんだ。雑談しながら嫌なボス戦。皆さん、皆さん、忍者マス好きだな。忍者マスター、忍者マスターズは ADK っぽくないもんね。危な、なんだお前、いや無敵か。なあ、もうやる気なくなるわ。もちろん ADK じゃなくね、あれ。ADK の話じゃなくて、え、あれ ADK だっけ。ちょっと待って、ごめん、俺あの続編の方は好き。あーもうダメだこれ、やっぱこれダメ。いやいや無理無理無理、あれはだってカートリッジスロットがあるから、あれ以上は無理。あれだって本体はめっちゃちっちゃいからね、レトロフリックスで。多分 VHS のテープをって言って犬さんに分かんないように言うけど、あれちっちゃいのよ本体は。あれカートリッジスロットとかコントローラーのやつとかってでかい。本体自体はめっちゃちっちゃい、レトロフリックス。だってカセット刺さなきゃいけないから、ある程度でかさが必要なんだ。うん、そうそうそう、本体はすごいちっちゃいのマジで。iPhone6 を7台ぐらいこう上に重ねたぐらい、いや5台ぐらい、わかんねえよ。羊羹3つむずいわ、ないんだよそれっぽいサイズは。投げてくんのか減るのか。そして ADK も独特なメーカーだったな。ネオジオ以前の ADK はよくわかんない。まああれ、ティンクルスタースプライトが存在するだけで俺は価値あるメーカーだと思うけど。しゃがんだ力の連続技の黒いやつ。ワールドヒーローズ2ジェットガンガン更新曲とか。俺ガンガン更新曲嫌いなんだよな。何が面白いのあれ。あれでさ、ネタで言ってんのか本当に好きなのかよくわかんないんだよね、あのゲームをなんか褒める人って。ゲームとして、このゲーム俺はこれはネタじゃなくて本当に好きなのよ。格ゲーとして好き。かわいそうなぐらい上り中段食らうよね。なんだよそれ。ではアベンジャーズ、あ、言ってらっしゃい、マジで褒めたことはない。スプライスはロケテスでギャラリーできたからな。え、呂布はやり連打がいい感じ。あれいい、あれ呂布ってか、あのゲームね、技気持ちいいんだよ。なんかガードさせたりとか。褒めはしないけど好きですよガンガン。あ、そう嫌い俺あのね、ベルスクだったらいいけど、なんか格ゲーなのにああいう要素入れてくるの嫌い。だったら 2D 横スクロールアクションに格ゲーの要素が入ってるとかの方がまだ好き。だからまだトップハンターとかの方がいいわ。なんかすごい嫌い。だってコマンドがあるのに上下に移動できるんでしょ。しかもなんか虎の絵とか気持ち悪いし、なんか小学生が描いた虎の絵みたいだし、なんか虎のホワイトタイガーみたいな。なんなん、舐めてんの、客を舐めてんの。うわ、いて。ワーヒーパーフェクト発売日にみんな買ったよね。俺は買ったけどパーフェクトつまんなくね。なんかゲームスピード速すぎじゃね。所長さん、はい、すごい嫌いって言い方マツコっぽいね。嘘マジか。でも嫌いだよあれ。申し訳ないけど、好きって人がいるけど理解はできない俺は。だってガンガン更新曲ってなんかあれ、タイトル的とかゲーム内容的にネタにはしやすいのわかるよ。非常に言いたいのはわかる。ガンガン更新曲って言いたいのはわかるよ。だけどちょっと楽しすぎてませんかっていうこと。あれだからで完成度低すぎんだって。あれがベルスクで、まだてかコマンド入力があるベルスクなんかやりたくないってマジで。なんなんだよ、上下にも移動できるゲームでなんでコマンド入力があるんだよ。後ろ前とかしかないわけ。前前後ろ後ろとかあんだろ、波動拳とかやるよ。じゃあ俺今度、あーでも ADK 魂俺まだ未開封なんだよな。やりたくない、あんなもんのために。え、とにかく言いたい。あ、張り切りスタジアムって言いたいゲームなの。初めて聞いた。
いやでも言いたいゲームってあるじゃん。あのデスクリムゾンじゃないけどさ、なんかわかるんだよ。非常にわかる。言いたくなるっていうのは非常にわかるんだよ。なノキマ、嘘。もともとどういう感じだったんだろうね。でもなんかほんとね、俺はね、ワールドヒーローズは好きなのになんかあれは嫌いなんだよな。ADK って何回やっても面白くない。あるメーカーだったんだな。あるある。あるんですよ。演出込み込みで好きなんよ。なるほど。だから褒めない。ああ、じゃあゲームとして、アクションゲームとしてじゃなくて、やっぱ全体で一つの作品としてってことね。そこまで言われたらわかる。それを否定することはない。好きっていう人がいるんだ。え、でもいい、今度じゃあ言いたいゲーム特集やる？なんかこれを言ってるやつは大体厄介とかさ。あるじゃん。PC エンジンで言ったらあれとか、カトケンとか言っちゃう人とかさ。ザークンフ、カトケン。お前それしか死んねえんだろっていう。そういうあるじゃん。それやろうぜ。これ言ったやつはもう文句言っていいって。そういえばプレイステーションの試作機の映像が出回ってるね。出た。スーファミソフト2992年デモって書いてある。あれ何が入ってんだろうね。セガサターンでタローマルとか。そう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 。ニコマンレベル悪としてはマジひどいけどやりたくなるんだ。面白そうやな。あズンズン教の、あ、ズンズン教入るかもしんないね。あるよね、でも絶対あるよね、言いたくなる。GTA あるかな。そう、ソダン、ソダン、ソダン、それ。ソダン。そう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 、もうやってて、バンギリングでやってもないから。うわ、もうダメだこれ。この技使わ、2ラウンド目だな、これ。よし、意地でも勝つ。防衛省と、これでも来るのか、あれが。これやってると来るのか。やっぱり来た。近づいてくるぞ。やるなこれ。これそういうあれだわ。ってことはこれ2ラウンド目だから。なんでこれ出んの、なんでこれ出ないの。さっきの技無敵技じゃないみたいだね。嘘でしょ。いや無敵だって、飛び蹴りめっちゃ入る。飛び蹴りが全然入らない。なんて言うの、飛び道具すり抜けてくるもんだって。あれなんか分身消されて、あー何今のミニチュアは。あー、分身技、孫悟空から盗んだ技です。うわー、こいつ2ラウンド目やべえ。とか右上のさ、これこの顔やばくね。バリスの、バリス2のラスボスじゃんこれ。それにしても強いな。ダメだろ。クソゲーの定義は人によって違うでいいと思ってます。そうです。スペランカーを、なんでクソゲーが人によって違うかっていうと、やっぱその人にとってっていうだけだもんね。味が好き嫌いってあるじゃん。味の好き嫌いと一緒だよ、クソゲーなんて。やっぱりこれは美味しいっていう人もいるし、まずいっていう人もいるしね。トマトなんてほんと最たるもんじゃん。あのすげえ、なんか好きっていう人と嫌いっていう人ははっきり分かれるし。まあクソゲーもそういうもんだよ。その人にとってなんか面白くなかったらクソゲーだもんね。だけどちょっと残念だよな、これをクソゲーってその短時間で、おめえが下手なだけだろみたいなさ、のもあるじゃん。まあ食い物の好き嫌いと、やっぱりそこまでそんなに一緒とは完全に違うからね。そこはお前のセンスだろっていうのはちょっと味とは違うから。でもまあそんなもんでしょ。ゲームは違う。そうな、あとバグゲーね。バグだらけでろくに遊べないゲームはクソゲーとは言わない。ゲームでもない。うん、そうそうそう、歯応えがね。なんだって。そう、食べ物だって硬いけど、それがいいことだってあるじゃん。柔らかいものが全ていいわけじゃないじゃん。そういうことだよね。いや、あれクソじゃねえってバカ、誰誰だコンボイをクソって言ったやつは。あー、小手半ない人か。しょうがない。じゃあしょうがない。俺だよ。あのね、コンボイの謎はクソじゃない。危ね。あれは、コンボイはそんなクソではない。あれはただ下手なだけ。あなたが下手。あれだって別に、の、別にそんな、でもないよ。うわー、これダメだ。こいつダメじゃね。あれこいつだっけ強いラスボスって。コンボイはあの玉さえどうにかできればなんとか。っていうかね、目が悪い人には無理かもね。はそうかもね。あれは難しいだけで。コンボイだって全然余裕で、超余裕でクリアできるじゃん。慣れです。公式
機がクソゲーって散々ネタにしてたな。コンボエ、な、一機もそうだ、一機も進んでも展開変わんないとか面白くねえわ。え、クロール面がすごく楽しかった。え、展開がお前やってねえからだ。だってお前そこまでやっててなんでわかんねえんだよ。なんだ、世間がクソゲーって言ったらクソゲーか。もう世間に流されすぎなんだよ。ちゃんとやれよ。全然クソゲーじゃねえ。あんなもんよくできてるよ。あんな巨大ボスが出てきたりとかさ、あれのどこがクソゲーなん。見る目なさすぎだわ。コンボイ進んだらでかいボス出てくるぞ。そうだよ。だ、下手だからわかんねえんだろ。どうせみんながクソゲーって言ってるからクソゲーに違いないと思ってそれでしか見てないんだろ。しょうもない。正直だから、そういうことに関しては俺は文句言うから。ちゃんとやってねえだけじゃんっていうことに関しては、ちゃんとやってもダメだったらそれはクソゲーなんだろお前にとってってことだけど、やってねえんだろ。やれてねえんじゃん。お前がそれに値してねえんじゃん。そのゲームを遊ぶに。ゲーマー力が足んないだけだ。未熟なだけ。どんどん煽っていく。うわぁ。うわぁ、分身出して。うわぁ、無理だ。いや、俺はただ、ただ言ってるだけだよ。怒ってるわけじゃない。叱ってるわけでもない。そんな上から目線ではない。ただ、ごめん、俺が言いたいだけだ。そう、だってもう、うん、まあな。いいけど、やっぱそれは違くないってあるじゃない。そこは違うだろうって。うん、あ、それで、まあそれでいいと思うけど。でも、世間がクソゲーって言ってるからってクソゲー認定するのは良くない。あれはクソゲーではないよ、コンボイの謎は。あれの、あれクソゲーっていうやつは他に何をクソゲーって言うわけ？あれクソゲーじゃないだろ。コンボイの謎めっちゃ操作性、そんな操作性悪くないし、癖はあるけど、あれは世間が言ってるだけだろ。俺たちの世代はファミコン世代、あれクソゲーなんて言ってなかったよ。スペランカーもそうだけど、一機とかもそうだけど、クソゲーとは言ってない。面白いし。操作性は悪くないよ。悪くないだ。あれクソゲーじゃねえ。デモンズソウルクソゲーって言ってるようなもんじゃん、そんなもん。だからまあでも本当に好みの問題だからしょうがないけど、未熟だな。それは、味が子供、ね、舌が子供なだけだと思う。ファミコンディスクシステムのトランスフォーマーはやってる人少ないの。あー、ヘッドマスターズか。なんだっけ、3年しかない勇者シリーズのゲーム。勇者ファイバードじゃねえの。違う。超強いんだよ。こんなやつ買ってるか、バカ。あー、めっちゃ入った。こいつら隠しコマンドでガスの苦労した。ただのゲテモノ好きなだけでは、わらわら。あ、まあそれもある。ゲテモノ好きってあんだよな。だから悪時期だよ。でも、違うの。ちゃんと正しい目で見てあげて。あの、周りの世間の評価じゃなくて、自分だけの評価をちゃんと持って、基準を。ファイバードだ。ありがとう。はい、ファイバード。はい、違います。アットマークは先です。名前の前にアットマークです。この人みんな岩鬼なの？まあ、カエルのお肉とか美味しいからね。子供時代、たけしとコンボイは食い潰した。いや、たけしだって別にクソゲーじゃなかったよね。あんなクソゲーなんて言われてみんな周りが踊ってるけど、当時は難しいゲームなだけ。うん、KJK さんありがとうございます。ジオウキはいつやっても懐かしいつまらなさを継承してくれるから好き。まあジオウキといえばクマさんっていう人はにわかだから。俺知ってる。すぐクマっていうか。あれ画期的なゲームだよね、たけし。あれ画期的だよ。パチンコできる、カラオケできる。もうあんなじ、あの時代にあんなにいろんなものが入ってもらうのないぜ。嘘だ。操作性悪いけど、志は高いぞ。意図的にクソにしたところあるとは思うけど、いやー、まあね、もう、たけしが全部入れたみたいな。志は高いです。ただやっぱそれが、あの、表現力、ファミコンの表現力では無理だった。だから、ね、世が世ならっていうか、タイミング的に、GTA がなかったらあそこで、シェンムーとか GTA なかったらあそこで GTA の始祖が始まったかもしれない。まあな。ファミコン版は嫌だけどな。志だけ高い。ただ技術力と表現力がなかった。ファミコンの表現力では無理だった。たけしの表現がね。はい、次枠です。これ勝てるまでやります。そうね。外国の人がたけしの挑戦状をプレイした様子があったな。マジか。どうなってた？あーはーはー。
あと16秒か。このキャラは、あれこのキャラ俺この敵覚えてないんだけど、マジでなんで GTA 東京が出たらたけしの挑戦状みたいになりそうまず会社辞めるから。中央機は当時遊びすぎて味1時間目か、1時間半やってんだ、ごめんな、ほんとごめんな、雑談枠だからこれ。もうこの技無敵じゃねえか、ふざけんなよ。柔道さんかな、おはようございます。わこつっちゅレディースはコツジェントル。いらっしゃい、皆さん引き続きよろしく。1時間半突破しました。このゲーム1時間半突破しました。申し訳ない、雑談枠です。日曜にこんな枠です。いらっしゃい。いやいやの方は毎回初見さんにっていうか、うん、初見さんだな。やっぱブアリスの剣でないと倒せないなんて言うんだっけあの人。え、やる、あのごめん、クリアするまでやるから、これ8回コンティニューしてるわ。いや18回かな。いらっしゃい。伏せてないぞ、伏せてない。え、エンディング見る、そう、待てよ。はい、引き続きよろしくこんな感じで飯、晩飯までやります。さあ、たまには色を変えて。あれ隠れてなかった。何の話をしてんの？飛び道具すり抜けてくるのきつい、そうなんだよ。PC で所長のプレイを実機ですよ。パソコンさんにてマクロス30プレイしてます。うん。なんだって？そういや CD 版すごいな。マクロス30 ビータか PSP か。そういや CD 版クレジット制じゃない。そう。そうなの。前回やった時もすげえ時間かかったけど、これぐらいかかったけど。この人じゃなかった、敵はこの人じゃなかったはずなんだよ。これよりもっと強いやつがいるんだよ、確か。この後がいるんだよ。こいつはそんなにね、なんか一瞬で倒したはず。殺されちゃう、もう強い、減りすぎだって言ってたから。 CD ってこんなにロード早かったっけ。いやだって、どうあれだもん、まだまだ2人合体するのね。まだキャラ選択とかだから、そんなだよ。うわぁ、もう使ってくんのか、これ。たった一撃でこのヘリ、ネスト風。あのね、30杯、40杯減るから。チキンだよ、最初がよ。ふざけんな。おうおう。いや、お邪魔。いやぁ。もう、対空とか無敵とかも全部あんもん。わらわら。あぁ、もうだって、もちづき。お前、もちづきだろ。ああ。あかん。どうやって倒したろう。でもこれラスボスかな。俺もっとなんか突進してきて投げ技しか通用しねえ敵だった気すんだよな、ラスボス。まあ特にネオジオはな。いや、ネオジオはってことはないか。プラトニックツインズ。強。っていうの？プラトニックツインズってのこれ。双子？え？兄弟？恐ろしきレトロ火力。いや、これはやばいよ。色を変えていくしね。あのヘリっぷりが大好きだったな。あれは新、初代じゃない？侍だったら。大斬りのヘリっぷり。大斬り、大斬り二撃でほぼ死ぬ。そんな名前だったんだ。これ同キャラでいいから、こう早くリプレイってリトライしたいわ。ちょっとケツいて。豪快座しかやってないのに、ケツ痛くなってきた。初代やったことないんだよな。初代？あ、初代ないの？初代の方が減るんですよ、サムスピは。大斬り、覇王丸の大斬りとかやばいから。わこつ、ネオジオ本体ってすごい高かったよね。高校2年、1年だか2年の時に、一夏のバイ、夏休みのバイト代が全部なくなりました。あのネオジオはね。これはネオジオ CD です。ロードって1分ぐらいかからないっけ。いや、これはだから物によるんだってば。ちょっと待て。これはじゃあ再生してるだけだから、そんなかかんないのかもしれない。帰ってしまった。グルファイの月読むの超必殺のヘリは気持ちよくもあったな。グルーモファイト当時10万ぐらいだったね。初代あのね、8万全部本体買って、コントローラー追加で1個買って、全部新品ね。でサムスピ買って、メモリーカード買ったのかな。で9万ぐらい。なんつった？あんま疑わない。何の話してんの？何を？うん。うわ、ナイス、コピド。
が3万くらいするんだって。さあ2万ちょいかな、最終的には3万超えたかな。昔のオイラハキンも捨ててたな、わら。いや、使うことが、あー何、うわぁめっちゃカチャカチャ音が聞こえて気持ちいい。よかった、聞こえてたんだこれ。あー、これはネオジオ CD のジョイスティック、ボールの真ん中凹んでるやつ、ちょっとちっちゃいやつ。あーんで、これでブチブチブチ、これよし、ナイス小人と思ったけど、余計なことした。そうそうそう、実かどうか疑ってる人がいる。ああ、そういうことね。あ、別にいいよ。でもエメでよよエメでガンガン放送してるやつあればマジどういう神経してるのかわからん。いや、減る、あ、減る。いや、意外といいよ。慣れかな。小人が死んだ。嘘でしょ、お前。大パンキャンセル波動拳の隙間をついて大パンチ入れてくるってなんだよ。いやー、もうだからそういうレベルの話だよね。いや、これ今ネオジオ CD だからね。これはネオジオ CD です。所長は全ての実機所持してるから、リスナーは心得てるよ。全てではないがな。嘘でしょ、嘘でしょ。こいつさんいらっしゃい。何の嘘。心にもう一人いるのか。今はソフト安いよな。胸のソソ2人が合体してんだ、これ。だからなんか持ち上げられてボディーブロー。いや、なんて言うんだ。アシュラマン的な、違うな。あ、ボタン間違えした。頑張ります。うわごめん、高速線ない。あるあるある、アルカディアとか持ってないもん。アルカディア、スーパーカセットビジョン持ってないし、あと、インテリビジョンもないし、あと、あたり7200とか。えっ、ピュータない。 RX78 じゃないよ。俺は大人になってから聞いたもん、それ。そんなん出てたんだと思って。寄生虫サタンクロス様。誰？ジャガー持ってるのに持ってないのあったんだ。ジャガーは2台持ってるもんね。リンクスも2台持ってる、結果的に。仕方なく2台持ってる。あん、助かったのかな。ちょっとでもいいから削りたいけど、また来るんだろう、どうせ。うわぁ、リンダキューブを思い出すデザインだ。そうなの、ピピアグレディアなんかも。勝てるわけねえじゃん。ジャガー持ってる。ジャガー俺でもソフト結構持ってるよ。最近タコ屋にエイリアンバーススプレーダーあげた。2つ持ってたから。っていうか、俺の周りタコ屋ぐらいしかジャガー持ってねえからさ、俺2つ持っててもしょうがねえと思って。よし、昔の格ゲーのラスボスじゃないと勝てないよな。初代、よし、なんか今ナコルの声来た。いや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 、別に疑われたことに関してはなんもない。やっぱ分かんねえからな、聞かなきゃ。いや、マジで、いや、小人、このボスちょっと役立たないかもね。PC エンジン GT は誰も持ってなかった。俺は持ってた。多分安くなってから買ったな、俺は。5000円ぐらいで。いや、俺人から買ったかもしんない。いらねえって人が。シャトル。シャトル持ってなかったね。シャトル持ってなかった。俺でも中学校の頃だよ、買ったの。GT 買ったの。友達から買った。ナコの声入っていたんだ。入ってるよ。初めて知った。やっぱコントローラーには天気ついてないとね、わら。いらねえよ。邪魔でしょうがねえよ、あんなゴムのボタン。ジャガーで一番まともに遊んだのゲームは何だったの？3万くらいじゃなかったっけ？いや、もっと高い、5万くらいするじゃねえよ。ごめん、わかんない。嘘だ。5万は言い過ぎだ。ああ。なんだろうね。実家って公開したのはバーチャルコンソール。なんだよ、それ。どういうことだよ。え、VC って何？そうなのよ。拡張性がないし、なんか天の声つかねえとかそういう話でしょ。あんなもん魅力ないよね、子供に。まさに子供に人気がない。なんか、ベーシックン。7万。ベーシックンがなんか頭に乗せてさ、FF4 のキャラ、主人公とかやってるの。なんでこれ入んの？メーカー小売価格4億5千円だわ。4万5千円、そう、5万ぐらいはしたと思う。3万じゃ効かないと思う。なあ、じゃあどうすりゃいいんだよ。投げる。
勝てる。 PC エンジンルトが10万だったような。勝てた。1本だけか。そうだ、 LT10 万だよ。お父さんこれ買ってって買ってもらってたよ金持ちが目の前で。あ、ごめん、それ先輩の話、衝動買いしてたよ。いや、それにはかなわねえよな、もうそんなんされたらさ。セレブか。メガネかけてたらしいよ。お、 PC エンジンのプリンターも買おうわら。関係ない、プリンター。俺プレステ2のプリンター持ってるけど、ヨネからもらった。ウィーギー。 LT はラップトップの LT だよね、噂では。ラップトップって聞かなくなったな今。ナイス小人、ナイス小人、勝てるかもしれない。小人削っていくぞ。防衛省、早い防衛省で。でもこれそろそろ来るから。おい、来た。小人来い、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 小人、ナイス。小人がナイス。危ない、これ、これ以上危ない。おー、やっぱり昇竜。あー、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 わネオジオ CD、 エタニロケーブルですよね。ネオジオ CD 今ね、 S 端子使ってます。赤白黒。わらわら、惜しい、惜しかったな。惜しい、わ、小人と連携を取る確定。わら、何そのテイルズみたいな言い方。あー、これずるい、それ欲しい。PC エンジン最強の時代か。小人が死んだ。超人学園豪快があって OVA の記憶しかない。ああ、まあ OVA もあるよね。大張りだもん。ああ、届くのか。これマジどうすりゃいいんだ。バリ出し仕方ないな。ジョジョのデーボかな。デーボ、デーボって影のやつだっけ。ああ、これ小人はね、孫悟空の技です。孫悟空髪の毛捨てると出るじゃん。いや、強いわ。アグブケーブル、難聴。ない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 。あと、黒いの一本、ネオジオとかメガドラと一緒に黒いの一本刺すやつも、穴もありますね。ネオジオ CD。PC エンジンとかと似てるやつ。PC エンジン？まあ、GT とかね。いや、あ、GT か。いや、GT じゃない。コアグラ？これは人形のやつですね。あー、あれか、槍使うやつか。あ、そういうことね。なるほどね。人形ってことね。修学旅行はアドバンス持ってみんなでやったな。もう修学旅行の頃にアドバンス出てなかったもん俺。もうゲーム屋の店員の頃だもんそれ。あ、ポルナレフが倒したやつか。そうそう、なんかベッドの下入ったやつ。めっちゃ90年代のキャラデザインだよね。そうだよな。まあ大張りはその頃いっぱい仕事してたんだろうな多分。頬骨出すぎだし。本当だ、言ってるわ。ミラクルガールズって言ったの。うわーい。違うんだよ、分身出してんだよ。ゲームギアがギリギリ高校の頃あったかな。いや俺中学だったかな。リンクスが中学だから。ゲームボーイの希望を食べ没収される時代です。カリーンって。えいえい、これしかないかな。一番変なこれかな。ナイスナイス、小人いけるのか。あはは、昇竜は無理。2人前と超能力出ない。あれ、そうなんだ。おお、いや減らんね。魔法少女的な掛け声とは裏腹にグロテスクなキャラクター。確かに大張り。おお、おっと、おっと、かっ、ああ止まれた。ジャンプの性能良すぎんだよこのゲーム。マジ早いんだよジャンプが。そうそうだ、ね、もかなりの確率で振り回されるね。飛ばれた。飛ぶのちょっと強すぎ。あと一削りだったんだけどな。あ、やばいねこれ、来るな。垂直ジャンプ無理か。おお、どこ、あぶねえ、これキャンセル技危ねえ。よし、違う、防衛省出た。いいや。あはは、マジ小人消えた。小人が死んだ。いや、防衛省じゃない、出したいの。なんでそれ、腹パン減る、減ってない。出しとこうか、小人出しとこうか。小人が減る、小人いない。誘い出してカウンターとかの戦略がいいのかな。どうなんだろうね。でもなんかこっちの動き完全に見て技出してくるからさ、ほらな。だからどこまで寄せていきゃ。いや、そっか、わかったわかった、ありがとうございます。ちょっと人女だな、胸ちょっと戦い方変えよう。こいつは近く寄って投げてくることはないから。僕もある。
だから大張りじゃねえか。小人に駆除されてその隙にやるしかないんですかね。そう、小人は出しておいてもいいと思う。でも相手の完全なる隙を見てコンボを入れていくのが一番いいから、待とう、とりあえず待とう。前より全然時間かかってるよ、これ。前こいつ全然苦戦してないんだけど。あれ、難易度下げりゃよかったかな。今から下げてやるか。そしたら多分早いよ。最低難易度にして。やれば多分、すぐクリアできる。ほんとかな、ラスボス強いんだよな、これ。ラスボスマジ、相手の、サイコクラッシャー投げるしかない。ひどいんだって。まあ、これがネオジオ難易度だよね。言ったら。しゃがみガードして、どうせ中断ないから。なんか企んでるこれ。ラスボスマジ強いですよね。わら。そうな。昔はでもネオジオはこんなもんだったよな。これやっちゃダメ。いて。ダメじゃんこれ。リーチねえしな。わら。こいつラスボスじゃない。そうでしょ。だからこのもう一個次いいんだって。そうだよ。レトロゲートずっともだよ。有効にとかタイムアップでも最終的に勝てばよかろうなのが、そうよ。だね、わら、わかりにくいんだけど、パターン構築は困難だよな、ネオジオ。そうそう。絶対あるはずなんだよな。じゃないんか、立ち位置できるのはゲネラルとか。おっと、これか、これか、でも時間ないぞ。ラスボスじゃないのか、わら。いってし。こいつら倒すと確か普通の一体の人間がいたはず。それだ。これだな。あれをだ、画面端で待って、まあ、こいつ出そう。こいつは出して損はない。好き、あはは、消された。これを対空で落とすのもあるだけど。飛んでこいよ。何かやってこいよ。あ、お、いいね。いいね。あ、減らねえ。減らねえ。曲うるせえ。うわ、投げてきたもん。減るもん、これ。減り方がえぐいもん。これも対空になるな。キャンセルすごいね。しゃがみ弱パンキャンセル無敵技がめちゃ減るっていう。あれ？絶望かな？ 24 回コンテンツしてるかな、これ。頑張ります。いや、難易度下げようかな。クリアしたいだけなんだ、俺これ。敵は近くに寄らないと飛び道具売ってこないね。小足で飛ばせて昇竜では。あー、やってみようか。でも結構上なんで、ね、そろそろ本当に飯の時間までに終わらなさそう。わらわなあ、あとだ、あと、まああと2枠ぐらいできるかな。あー、難しいな。いや、できないことはないか。よく見たらこれお手玉してる人変わってたな。猿じゃなくなったな。アイドルになってた。ずっとこいつだった。いやー、厳しいな。シャイアだっけ。シャイア、よし、今のシャイナさん、お風呂行ってこよう。行ってらっしゃい。外にならしも1桁がガンガン上がっていくね。わら、カリンとシャイナですっけ。こう、どれ、あの猿と飛んでくるかな。あ、はは、うわー、無理。これは無理。覗いちゃうよ。誰？男の風呂覗いて面白いことあんのかな。背中のチャック開けて中から幼女が出てきてんだったら。うっかり覗くけどな。おい、じゃあ、あー、そんなコンボ、空中コンボみたいになってんじゃんか、お前。後ろからキック。ナイス。いやー、これ減らねえ。マジか、おい。しかもこれだよ。メガレンジャーかな。これさえ入れば勝てんだけどさ。うん、おお、頼む、コビト、コビトフィニッシュ。あー、違った。リーグマンの黄色みたいになんか中から出てくるの。え、リーグマンの黄色って中で 何が出てくるの。ロード中に弁当食べたり宿題って。てか、まとまった何か漫画読んだりできるよね、マジで。リーグマン、わらわら。リーグマンの黄色ってあれでかいけど、なんか幼女なの。それとも、あの、バンブーの人。あーん、そういうことなの。あーん、もう、いろんなことが起きてわけわかんない。なんだ、俺、後ろに行くかなと思う。緑最強。
緑強えんだ。女いたっけリーグマンって。ピンクみたいのいた。おお、小人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 出したいのに。あ、最近どうも。あ、いない。アドバイスの大戦略は夜寝落ちして朝起きたらまだ敵のターンだった。それ何時か。レジオのラスボスってニアールのからマジだすよね。アドバイスの大戦略ならもう勝てる気しません。お助けみたいなんでピンクが。あ、いけるけどキャラし、プレイヤブルキャラではないってこと。アイテムでチアガールが出る。あー、なんかあった気するってか、超必殺入れたんだけど減らねえ。てか超必殺が出んのおっせんだよ、対空のくせに。そんな対空いるか。キャンセル技にも使えなそうだし。愛の力なんだこれ。チンコギア枠確保のため一旦のし。あ、なんか出た。ボスの前とかですね。難易度変えられんのこれ。ん？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 ちょっと待って。なんかアイテム？ん？ん？バーサスモード、バーサスモードじゃないけど。あら？トラック？何これ？キャラセレ簡略画面にできそう？あ、あー、あー、ノーマル。ブリーフ。どういうこと？トランクスかブリーフか。なんだこれ。シェンロン、これか。ちか、これ分かりづれ。これ分かる。でも、はぁ、すげえ、あ、できた！できた！ブリーフ、できたぞ。読み込みなくなったぞ。やれるかもしれん。心的に余裕が出た。そんな、テクノスジャパン何いい仕事してんだよ。やっぱこのゲームはそういうゲームだったのか。いやー、まあそういうことだ。あ、無理無理無理。うん。えいっと。前プレイした時俺もしかしたら難易度最低でやったのかもしれないって今思った。うん。いいパンチだ。いやー、でもこれコンティニュー楽になっただけでだいぶ気が楽だな。だからといって負けていいわけじゃないぞ。いやー。昇竜拳が無敵もなんもねえし、なんかあんまり有利じゃねえんだよ、このゲーム。このキャラ。せめての昇竜拳。なあ、それ欲しい。さあ、コンティニューがどれぐらい早いか。てか、キャラ固定でいいんだけど。その設定はねえのか。いけ、いけ。はいよ。はーいよ。なんでゲーム中にこんな設定できんの。そしてなんでこんな、もしかしてこれクラッシュアートって何もやってこないのか。うわ、なんだこれ。ダッシュ攻撃。読み込みが消えただと。読み込みゼロになったんだよ、マジで。完全ゼロ。もうこれ以上防衛省無理。よし、ナイス。あー、なんでジャガミ大パンが対空になってんだ。大パンなのかどうかもよくわからんけど。あー、もう無理。その小人が何もやってくんない。もう無理じゃねえかこれ。あー、うっ、アホめ。よし。あ、まさか相手を飛び越えちゃえばいいってことこれ。ってことは一回ジャン、待てよ。あー、ダメか。そんな簡単じゃねえ。そんな簡単じゃねえ。これで超えちゃえば。わー、もうひどい。ひどい。飛び越え、あははは。あははは。弱蹴り一回当てたわ。きついよ。いやー、いやー。バックダッシュよりも先に。なんだよ、昇竜拳が一個も出ねえよ。頑張る。はははダメだ。偶然だった。飛び越えたのは偶然だったもん。そんな簡単には超えられない。相手のしゃがみ攻撃ガード後にダッシュ攻撃で反撃してみては。そうなんだよ、ダッシュ攻撃ちょっと当ててみようか。すっかり俺忘れてたから。さっきもジャッ、ジャッと。ダッシュ攻撃な。昇足見てから。いや。
ここ最善確保してきたベビー。最善、あー、お疲れ。あ、そういうことか。一挙放送ってそういうもんなの。ああ、後ろにも強い。ああ、防衛省じゃねえよ。よし。これ待ちもいいんだけどね。おお、どうした？シンフォギアのエッジはちょっと前にやってたのにだからな。シンフォギア？ロボモノ？あ、これも時間かけて買っていけばいいけど。96のゲーミックみたいな飛び道具。うん。あ、あ、時間がない。時間がないよ。あれは米を楽しむものです。ダブルシンフォギア。米。な、きま、あ。勝てる、勝てるか。この流れに持ってこれるかどうかだなとはな。結局こっちが減らされる。どっちが強いかな。こっちかな。こっちは、いや、あっちはどういう強さなんだろう。あ、よし。あ、カカロット。あー、危ねえ。行く？いや、行けない。行った、いやー。コミット頼む。そうです。はい。そうです。あタイム切れ狙ってきます。けど、この弱防衛省意外といいかも。この後、これもう一回やったら死ぬから。ここもう一回やったら死ぬから。負けたー。よし勝った、よし勝った、これは勝ったろ。削れー、やったか。あとは時間だ、あとは時間だ。守りメインの時間切れ戦法が良さそうだね。コビトは死んだ。まさしく風呂入ってくる。よし、お付き合いいただきありがとうございました。次がボス、ラスボスで。次がラスボスだ。そう、僕ゲーム紹介動画を作らせていただいているものです。どうぞよろしく。基本的には自分の所持品、おお、痛いやつ来たな。所持品を、ただ今回ファイナルファイトリベンジが持ってなかったんで使えませんでした。あと今後の予定は、あのラン、あの初級、中級、上級、地獄級に入れられなかった微妙なやつをまとめて。アンディボガードっぽい。ね。アンディっぽかった。アンディが闇落ちしたから。よろしく。おお。バズソー。どうも。こんばんは、栃木人。栃木の方いらっしゃい。栃木ってどこだろう。そうだよ、こいつだよ。おい。こいつね、確かね、なんか余計なこと絶対しちゃいけない。早見さんじゃないか。はい、見ましょう。伊賀天。早見さんでしょ。伊賀天か。防衛省当たんないの？うわぁ、これひどいよね。まくり炎。あんな、ごめん、すっぽ抜けちゃう。あ、当たっちゃうの？なんだ？あ、危ない。テレポまくり、わら。ひどいよな。後ろに炎をまとって出るんだぜ。そんなもん避けられねえ。早見さんってだけでラスボス感半端ないわ。そうなんだ。これ余計なことで、あのサイコクラッシャーを食らったら投げる。言われます。お稲荷さん、ピチピチ、わらわら。どこだ。いや、行ったことないんだよね。栃木って、東京のどこら辺なんだろう。東京のどっち？上かな。俺でも鹿児島に一時期住んでたし、別に田舎だとかバカにすることはない。上、あの熊本とかの方。餃子な、どこだっけ餃子って。あ、これ、減る、体力減りすぎ、あの削りがやばい。頼むから、それこ、それじゃないよ。足利佐野ならよく行く。うるせえ、わらわら。いや、どうぞ。バルバドス。栃木のゲーム時代。さあ、いよいよ2時間突破しました。いや、下、いや、左上かな。所長、日本に住んでるんですか。俺ね、
日本地図が女子高生よりわからないと生主として有名なんで。